牛のミンチです。これ全部コールスで買ってるものなんですけど、プレミアムだとやっぱちょっと値段張りますよね。そうですね、普通のだと多分9ドルぐらいで買えるかなって思うんです。そうですね、鶏のもも肉ですね、20ドル90セント、結構入ってるんで意外とお得感はあるのかなと思うんですけど。そうですね、やっぱ大きいパックも売ってる、大容量が売ってるっていうのはありがたいですよね。オーストラリアンビーフっていっぱい出てますよね。もうまさにって感じですね。ステーキ肉は何買いますか、いつも。私もランプですね。ランプかスコッチフィレットを買いますね。出てきますよ。これまさにシーズンのストロベリーですね。2個で5ドル40だと結構安いかなと思うんですけど。1パックもたくさん入ってますよね。そうなんです、本当に今美味しい時期で、パイパックとかもポールフィーバーっと陳列されてる感じですね。レイヤー安い安いですよね。あ、2個でなんですね。そうなんですよ、あれなんか間違ってたかなって思っちゃうぐらいちょっと安くないですか。安いです、なんか普段梨買わないんでちょっと買ってみようかなと思っちゃいますね。2ドル50セントですよ。安いですね。いいですね、これシーズンじゃないと変な話6ドルとか7ドルとか倍以上、いきますよね。でもブルーベリーはちょっと高いイメージがあったんですけど、意外とそうでもないんですね。2ドル50とかなんですよね。微妙なラインですよね。普通ですかね。日本どれぐらい強いんですかね、グレープフルーツ。結構日本でも食べてましたけど、どれぐらいでしたっけ、忘れちゃいましたよね。常に冷蔵庫にあります。私もです、もう大好き。安いですよね。安いですね、ちょっと焼くだけで本当になんか美味しいので、ステーキに添えたりとか、アボカドですね。安いですね、アボカド最高ですよね。安い、もう絶対に買うものですもん。あ、同じです、絶対ありますね。何で食べますか、朝食とか。朝食で食べることも、アボトーストっていうんですか、トーストの上でスマッシュしたやつ絶対に。あと最近ハマってるのが、アボカドをちっちゃく切ってオリーブじゃない、ごま油と醤油と海苔を混ぜて、値段どうなんですかね。なんか日本も安かったですよね、トマト。何にでも使えますしね、トマト。安いですよね、こんなにでかいのに。いや、ブロッコリーを安く買う方法っていうのがあって、知ってますか？知らないです。なんか私この間買い物してた時びっくりしたんですけど、この重さで測られるタイプだったんですよ、ブロッコリーが、はい、で、茎の部分を折ってる人いましたね。これ人参こんなに入ってて1ドル20セントって安くないですか。もうやばすぎます、本当に。美味しいんですよ、それに甘くて、もう生でもスティックみたいな感じでいけますよね。大冷蔵庫にあります、人参は。一緒です、絶対あります。安い、本当にいっぱい入っててお得ですね。安いあのコールスベーカリーって美味しくないですか。あ、コールスベーカリー美味しいです。私も大好きでコールスベーカリー。そうです、ね、食べきれないんでいつも冷凍とかしちゃってます。安いというか、私飲んだことないんですよね。グリーンカレーとかすっごい簡単に作れるじゃないですか、パックが売ってて。それです。あ、このちょっとね、小さいステーキ25ドルはお高めかなっていう感じです。やっぱスコッチちょっと高いですよね。でも美味しい、柔らかくて本当にジューシーで、本当もう焼けば食べれちゃうっていう、もう時間短縮にもなるし、半額の時に買ってるので、これ1貫1ドルなんですよ。安いですよね。買いますか、ツナ。私のパートナーが筋トレご飯のためにツナ缶を買ってるんですけど、なんかね、すごいもう本当にご飯の上にかけて醤油とお酢で食べたりとかしてるんですけど、美味しそうですね。
や、おい、もう朝ごはんにはちょうどいいって言って食べてますね。来ました、来ました。サワドーバケットも絶対買っちゃうんですよ。2つで7ドルで、1個3ドル50セントなんですけど、ついつい買っちゃうんです。美味しすぎてしまって。いや、わかります。このサワドーなんかいいですよね。パスタにつけたりとか、そのままね、焼いてガーリックバターとか。美味しいですよね。大人気で絶対知っておいてほしいワードですね。安い、私絶対買いますこれ。アップルですか？私アップルも買いますし、あとなんかミックスジュースみたいなのもありますよね。出ました。半額の時にいつも買ってるんですけど、12ドルですごくないですか？安いですよね。2キロでですか？わ、安い。いい匂いですよねこれ。半額が狙い目ですね。え、これってコールスブランドのやつですよね？そうなんです、コールスブランド。4ドル25セントハーフプライス、安いな。安いですね。私のパートナーも絶対買ってますねこれ。そうですか、やっぱり男性の方はね気になる。どれぐらいがアベレージなのかちょっとわからないんですけど、コールスでも買えるんですね。美味しいですね。私もいつもここのブランドのスパゲッティ買ってます。このブランドはねちょっと安くなってたりもするので、その時買ってます。いやね、賞味期限が長いんでね、貯めといても全然持ちますよね。そうなんです。このアーモンドミルク、このフリーズをいつもねシリアルに使ってて、甘くないやつなんですけど、私は結構好んで買ってます。フリーレンジの他にもね、ブランドのものとかもちょっとね、安めのものとか売ってるんですけど、やっぱこっちの方がちょっと気持ち的にもわかります。ありますね。私もこれです。あ、本当ですか？一緒ですね。じゃあ全く一緒です。エキストララージ買ってます。私も安いですね。しめちゃめちゃでかいですね。でかいで、それに甘いんですよ。確かにそうですよね。なのでいつもカットしてもそのまま食べてます、私。いや、私もそうです。野菜に乗っけたりとか、薄く切ってとか。スイートポテト、なんかちょっと日本のとちょっと違いますよね。そうなんです。味も違いません？そうなんですよ。ちょっと水っぽいかなって感じがするんですよね。そうですよね。私もたまに買うんですけど、そのままざく切り、洗ってざく切りにしてオーブンで焼いたりとか。ありがとうございました。ました。